北国新聞ニュースをお伝えします白山手取川ジオパークがユネスコから国内10番目の世界ジオパークに認定されました世界ジオパークは学術的に重要な地形や地質を備えた自然公園で白山市は3年前ユネスコ国連教育科学文化機関に認定を申請していました。 ユネスコは昨日パリで執行委員会を開き、白山手取川ジオパークの世界ジオパーク認定を決定しました。国内での認定は10例目、北陸3県では初めてです。白山市全域を対象エリアにした白山手取川ジオパークは、白山山頂から日本海に流れる水の旅・石の旅がテーマで、 百万岩の岩や桑島化石壁手取り峡谷といったおよそ200の見どころがあります白山市は世界ジオパークに認定された白山手取川を国内外にアピールし有客と地域振興に生かしたい考えです夜の金沢城公園を舞台に 光で国民文化祭を盛り上げるアート作品が決まり多彩な体験型展示が楽しめることになりましたこの金沢城光の祭りは10月14日に始まる国民文化祭を前に9月30日からスタートし文化祭が終わる11月26日まで開催されます。イベントは毎日 午後6時から9時半まで行われ世界的なアート集団チームラボが金沢城公園の二の丸広場を中心に体験型の多彩なアート作品を展示します決定した展示のうちデジタル技術で全の書画演奏を映し出す作品は城内で最も古い東の丸北側の石垣に登場します また、触れると色や音が変化する卵型オブジェは、旧第六旅団司令部の前に現れ、動物たちが鳴き声を響かせながら行き交う大きな映像作品は、ひしやぐらやご実験長屋に浮かび上がります。イベントの参加者は、夜の場内を1キロほど巡りながら、最新技術と 歴史文化の融合を楽しむことができます。地元作家の力作を集めた石川の伝統工芸展が金沢 M 座で開かれ、磨き上げた技を駆使した作品が紹介されています。石川の伝統工芸展は、1959年に日本工芸会北陸支部展として始まり、 今年で六十三回を数えます。会場の金沢 M 座八階には陶芸染色筆芸金工木築工人形書工芸の七部門合わせて百三十二点の作品が並んでいます。このうち最高賞の知事賞に輝いた加賀市の荒川文彦さんの間質予報森木は 四つ葉のクローバーをイメージしたデザインが訪れた人の目を引いていました。北国新聞社社長賞に選ばれた香賀市の川北博彦さんのき作り森木は、鏡餅をモチーフに丸みを帯びた造形で、木目の美しさを引き出しています。石川の伝統工芸展は今月29日まで開かれ、 県内に住む人間国宝九人の集作なども紹介されています。解体前の町営住宅を活用した消防訓練が川北町で行われ、隊員たちが実際の火災さながらに訓練を進めています。この訓練は、川北町を担当エリアに含む 白山の野々市広域消防本部が企画しました解体前の建物を活用した訓練は実際と同じような消火活動ができるのがメリットで広域消防本部は川北町の協力を得て一昨日から明日まで取り壊し前の町営住宅を使い建物の破壊を含む訓練を進めています訓練2日目の昨日は、 およそ20人の消防隊員が参加し、それぞれの建物ごとに狭い階段を通って室内に放水したり、鉄製の鍵のかかったドアを工具で壊したりしました。 我々わ普段あよくある木造の火災と違いまして、こういった耐火像建物ほどの訓練というのは、なかなか経験することもできないので、実家に大変役に立つ訓練であるかなと思っております訓練の舞台になった川北町の町営住宅、サンハイム・サンタンダは、1986年に建てられ、建て替え後、来年度末に入居を再開します。 子ども園の園児たちが、河北型観宅地のひまわり村で大きくなれと願いを込めて、ひまわりの種をまきました。つばた町小島のひまわり村は、およそ35万本のひまわりが咲き、人気スポットになっています。ひまわり村には、昨日う、河北型に接する金沢市、河北市、つばた町、内永町から 園児およそ100人が集まり一列に並んでひまわりの種を植えました園児たちは咲いたらみんなと見に行きたいひまわりの迷路が楽しみなどと夏の訪れを楽しみにしていましたひまわり村の開村式は7月27日に予定されています。北国新聞ニュースでした